ママこんにちは。キラキラチャンネルのキラリーゆうです。はい、では本題に入っていきたいと思います。今日は原宿にあるあるものをお家で作っていきたいと思います。はい、はい、今日作るのは、はい、こちらの哺乳瓶を、何があったの今？今のスローで。ではこちらの哺乳瓶ですね。じゃあまずこちらです。今日買ってきたのはこの綿菓子、このチョコ、グミ、ラムネ、カラフルキューブゼリー。じゃあこの中に好きなように入れちゃっていいよ。作りましょう、作りましょう、さてさて何ができるかな。できました。どうして？この色綺麗すぎる。おつまみ食い大好き10歳。はい、じゃあ入れていってください。どんぐらい？ね、綺麗な色。はい、めっちゃ綺麗な色。そうだね、綿あめが、綿あめが溶けていく。綺麗な色。あ、シュワシュワした。一瞬にするわけだ。はい、どうぞ。よし、ほら、ラムネのカスが本当だ、ラムネのカス。はい、どんな味でしょうか、召し上がれ。そうなんだ、すごい。甘くなったんだ。へえ。炭酸が抜けておるぞよ。あ、本当に？あの綿飴のシワのせいで。ああ、それで抜けたんだ、炭酸が。よかったね、美味しくて。うま。何？気に入った。気に入った？いろんなオリジナルのさ、ドリンク作れるんじゃない？うん、ゼリーにシワシワが。あ、ほんと？うまっ、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 うまっ。哺乳瓶関係なくなってます。うまっ。幸せ。喉鳴ってるし。え、お腹だったの？消化。最高の形今。最高。今日どうでしたか？美味しかったです。成功？成功。はい、今日は原宿ごっこ第2弾でございます。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも。よろしくね。じゃあね、また見てね。バイバーイ。